皆さんこんにちは、サリムです。この日私は大寝坊をしてしまいました。朝起きたのが、お昼の1時半でした。カーテンを開けて外を見るともうカンカン照りでしたね。なので今日はもう外出はしないで、一日家の中で過ごしたいと思います。今日は、家から一歩も出ないで過ごす一日の Vlog をお届けしたいと思います。今日はキッチンの水道の蛇口が壊れているので業者の人が見に来てくれます。このマンションはですね、築30年以上経つんですけれど、やっぱりね、水回りとかいろいろね、ちょっと古くなってね、ちょっと壊れてる部分とかあるんですよ。今ね、キッチンの水道の蛇口だけじゃなくって、エアコンのリモコンも壊れました。で、不動産屋さんに来てもらって、それでまた今度ね、ちょっとなんか業者の人が来て見てくれるっていうことになったんですけれど、もう、リモコンのスイッチはね、もう早くね、直すというよりも買い替えてもらいたいですね。そんな高いもんじゃないですよね、リモコンのスイッチ。リモコンね、うん。でもね、やっぱり不動産屋さんは1円たりともお金は出したくないっていうのがあるんでしょうね。はい。やっぱりね、お家賃安くてもね、ちょっと古い物件なんで、うん、そういうところがね、ちょっと水回りとか電化製品がちょっと不備な点があるのがちょっと残念です。はい。では水分補給をしたいと思います。取り出したのはコーヒーです。コーヒーね、もう朝起きてすぐ飲むコーヒーってすごい美味しいですよね。うん。冷蔵庫にね、冷やして入れております。はい。飲んでるカップはスージークーパーのものです。で、これ今読んでいるのはひろゆきさんの本ですね。ひろゆきさんね、考え方がユニークですよね。うん。で、ひろゆきさんのね、動画とか本もそうなんですけど、読んでるとね、もう細かいことに気にしてるのがね、なんか馬鹿らしくなってしまうんですよね。あの人すっごいポジティブですよね。うん。まあ、人生なるようになるみたいなことをおっしゃってますけれど、私もね、50歳を目前にして、まあ、そのように感じるようになりましたね。私もね、若い時はね、ほんとね、いい人生を送ることはできなかったんですよ。楽しいこともね、それといってないようなね、つまんない人生をね、10代、20代の時送ってきたんですけれどね。まあ、30代も、私はちょっとね、病気があって、自宅療養してました。はい。で、まあ、今年50歳になるんですけれども、まあ50歳目前にして YouTube を始めて、それでまあ人生開けたっていう感じですね。はい。私と同じ時期に YouTube やった人がね、あっという間に登録者数1万人とか行ったりしてね、すっごい焦ったこともあるんですよ。悔しいと思いました、正直。でもね、まあそういう時こそ私は私って言い聞かせて、悔しい思いを落ち着かせるようにして、はい、私は私なりで頑張っていこうと思います。はい、じゃあこれから歯磨きをしたいと思います。私の家はお風呂とトイレが一緒のユニットバスです。ユニットバスの欠点として、シャワー浴びた時に、水がね、水滴がおトイレの方に、ついちゃうっていうのがあるんですよね。それでね、それが嫌なので、私はお風呂から上がったらね、体拭いたバスタオルで、お風呂の浴槽とか壁をね、拭き上げるようにしておりますね。拭き上げるようになってからね、トイレの方がね、なんかね、湿気というかね、水がちゃんと拭き上げてるので、ベタベタしなくなったんですよね。やっぱりね、ユニットバス、トイレお風呂一緒のユニットバスだとね、
ちょっと不衛生になるんですね。うん、ちょっとそのね、水滴拭き取って不衛生にならないように気をつけてやっております。はい、ベッドの上に足を伸ばして座っております。私はベッドに横になるっていうことはあまりないんですけれど、このように足を伸ばして座って、本を読んだり、スマホをやったりとかして、リラックスしてやっておりますね。はい、ではメイクをしたいと思います。母からはね、すっぴんはやめなさいっていうふうに言われてるんですよね。うん。はい。ファンデーションは無印のものです。お粉を全部使い切ったので、新しいものを使いたいと思います。はい。無印のファンデーション1100円ぐらいかな。はい。今度ね、また無印でお買い物しようと思ってるんですよ。はい、こんな感じです、お色は。無印楽しいですよね、ほんと。無印の化粧品私結構好きでね、化粧水とか持ってるんですよ。今度はね、今度もまた化粧水がちょっと半分ぐらいなくなっちゃったので、化粧水と、美容液ありますよね、無印にも。化粧水と美容液と、あとシャンプー買いたいなと思っております。はい。皆さんも無印お好きですよね。この日撮る動画なんですけれども、50歳目前で開けた私の人生っていうテーマでフリートークをお送りさせていただきました。私の考えにね、共感してくださる方多くて嬉しかったですよ。まあね、私も動画の中でも言いましたけどね、若い時はね、もう踏んだり蹴ったりの人生だったんですよ。もう全然楽しいことなんてなかったですね。全然っていうか、うん。まあ楽しいことって言えばね、まあ若い時おしゃれだったんで、洋服とか凝ったりするのは好きだったんですけれども、うん。でもね、なんかそういうことぐらいでね、なんかもう楽しい、本当ね、人生で幸せだって思えることってね、感じたことがあんまりなかったんですよ。あんまりってかもう全くなかったですね、10代、20代の時。自分が幸せだって感じることがない10代、20代って、本当不幸ですよね。でもね、まあ、私48歳で YouTube 始めたって言いましたけど、正確に言えば47歳でした。ごめんなさい。47歳の時から YouTube 始めたんですね。で、まあ YouTube 始めてね、いろんな方との出会いがあって、あとね、客観的に自分を見ることができたっていうのはいいことだったと思いますね。はあ、私こんなんだったん、こんな喋り方するんだ、こんな感じなんだっていうふうにね、そういう客観的に自分を見れたっていうのは良かったと思います。で、あと何度も言いますが、視聴者様ね。はい、出会えたのはもう良かったですよ。ほんとね、幸せの定義に知り合いがたくさんいる人の方が幸せだっていうふうに、なんか心理学者みたいな人がおっしゃってたんですよ。ああ、それもそうだなって思いますね。うん。私もね、結構寂しい人生を送ってきたんですね。友達がいなくって。でも、YouTube 始めてから、お友達がいっぱいできて、今はね、ほんと幸せなね、50代。これから50代はね、もう、自分の好きなことだけやって、余生を過ごしていこうと思っております。はい。50歳目前で開けた私の人生という、動画を撮影し終わりました。はい、撮影し終わった時はいつもご褒美にノンアルコールビールを飲んでおります。今もう暑いじゃないですか。暑い時に飲むね、ノンアルコールビール美味しいんですよね。普通のビールも美味しいですけどね、ノンアルコールビールも美味しいですよ。はい、冷蔵庫を開けてビールを取り出したいと思います。私のスーパーではね、このビール、6本で594円でした。6本で594円。はい。
これ美味しいんですよ、とっても。私はね、ノンアルコールビールをいただくときはね、いつもテレビで YouTube 見るんですけれども、食べ飲み動画の YouTube を見ています。食べ飲み動画の YouTuber さんって強いですよね。強いっていうのは動画再生回数とか登録者数がすごいんですよ。食べ飲み動画の人って。やっぱりそれだけ需要があるっていうことですよね。私は食べ飲み動画はあんまり出さないんですけれど。っていうかね、断酒してるんでね、食べ飲み動画、やらないんですけれど。食べ飲み動画の人には強いなっていうふうにいつも見ております。やっぱり私自身も食べ飲み動画見ながらノンアルコールビール好きなので、はい。息抜きに食べ飲み動画見ながらノンアルコールビールを飲んでおります。はい。もうじき水道修理の人がやってくるので、洗い物を済ませておきます。はい。この蛇口、もう、グラグラなんですよ。もう、そのうちスポンって抜けるんじゃないかって思ってるんですけれどね。早く直してほしいです。はい。水道を修理してくれるお兄さんがやってきました。お兄さんの話によると、このね、配管の部分のところの、なんか、ネジがね、もうボロボロになってるんですって。だから、ネジを取り替えなきゃいけないって言われて、それでまあ、部品とか調達しないといけないので、また後日改めて来ますっていうことでした。はい。このお兄さんね、私の部屋見てね、うわ、すごい綺麗ですねって言って褒めてくださいました。今までね、他のお部屋いっぱいこのマンションでね、見て回ったんですけれど、こんな綺麗な部屋見たことがないっていうふうにおっしゃってくださいましたね。はい。褒められて嬉しかったですよ。はい。では、これからハンバーグを焼きたいと思います。母がね、お惣菜を持ってきてくれたんですよ。だから、副菜は作らなくていいんで、ハンバーグを焼くだけです。はい。ハンバーグといっても、これ私がこねて作ったものではなく、すでにこねて、形作られたものを買ってきました。このハンバーグはね、チーズインハンバーグです。はい。きゅうりをまず切りたいと思います。母がね、会うたびにね、手作りのお料理を、手料理をね、持ってきてくれるので、本当に助かっております。このキュウリも母がくれたものです。今ね、まとまった収入がないので、こういう差し入れは嬉しいですよね。はい、フライパンが温まったところで、ハンバーグを焼きたいと思うのですが、ハンバーグの焼き加減ってすっごく難しくないですか？私ね、毎回ね、失敗とまでは言わないけどね、中がね、なんかハンバーグミディアムレアみたいになってるんですよ。中までしっかり火を通したいんですけれど、なんか中まで火が通らないんですよね。それで、もう中火が通ってなくてもそのまま食べてるんですけれども、お腹壊しますかね。今までお腹壊したことないんですけれども。それでもね、ハンバーグの焼き加減と本当難しい。はい。この日もね、一生懸命ね、長時間フライパンに蓋をして、焼いたんですけれども、ちょっとね、あんまり上手に焼けなかったんですよ。ハンバーグを焼いている間に、洗い物を済ませたいと思います。時々ね、ハンバーグの焼き加減とか見てるんですけれども、外はこんがり美味しそうに焼けてるんですけど、中まで火を通すっていうのが難しいですよね。まあでもね、居酒屋なんかでね、鶏のお刺身とか、生で鶏肉とか食べてる人もいますからね。まあそういうことを考えればね、まあ少々中に火が通ってなくても、まあ、お腹を下すっていうことはないんじゃないかなと思いますし、実際お腹を下したことはありません。はい。
テキパキと洗い物を済ませていきます。はい、ハンバーグなんですけど、もういいでしょう。はい、お皿に移します。外はこんがり焼けてて美味しそうです。はい、じゃあこれからハンバーグいただきたいと思います。はい、では今日の晩ご飯です。もうすごい豪華です。ハンバーグ以外はすべて母が作ったものです。具沢山のお味噌汁、ごぼうの煮物、ひじきの煮物、きゅうりの酢の物。はい、おかげさまで豪華な晩ご飯ができます。はい、いただきます。実はですね、このご飯、晩ご飯なんですけど、夜7時半ぐらいに晩ご飯食べたんですけれど、今日初めて食べるご飯です、これが。昼ご飯はもう食べませんでしたね。で、すっごいお腹が空いてね、もうフラフラしてたんですけれども、気力を振り絞ってハンバーグを焼きました。はい。お昼ね、動画の撮影とか編集してたらね、お昼を抜くことが多いんですね。うん。まあね、お昼抜いたらダイエットにもなるんじゃないかなと思ってね、ちょっとね、お昼ご飯、正確に言えばアイスクリームがお昼ご飯でした。はい、ちなみに今日はおにぎりを食べましたけどね。まあね、お昼ご飯もしっかり食べて、ご飯しっかり食べとかないと頭が働かないっていうのはわかるんですけれども、この日みたいに1時半まで寝ていますと、まあお昼ご飯いいかなって思ってしまうんですよ。でもね、結構お腹ってすくんですよね。うん、だからね、お昼ご飯しっかり食べなきゃいけないと思うんですけれども、動画の撮影や編集してたらね、もうちょっとね、食べることを忘れてしまうことがありますね。はい、そのためにはね、朝ね、早く起きてね、ちゃんと活動的にならなきゃいけないかなと思っております。はい、今日はね、1時半まで寝てしまってね、本当にね、どっぷり後悔してるんですよ。うん。まあね、仕事辞めてからね、もう自分の好きな時間に起きれるっていう風になりましたからね。だからまあ、朝早く目が覚めることもあれば、9時、10時に目が覚めたり、で、あと今日みたいにね、1時半まで寝ちゃったりっていうの、そういう生活を送ってるんですけれども、怒られてしまいますかね、こんな生活を送っていたら。うん。でもね、自由の身のいいところですよね、こういうところが。自分の好きなように、時間を使えるっていうのが。うちの母からもね、YouTube がお仕事なんだから、しっかり頑張りなさいっていうふうに言われております。はい、そうですね。今の私の仕事は YouTube を撮影して、編集して、配信することだと思っておりますので、毎日毎日、いろいろ、今日はどんな動画を出そうって悩みながらも、楽しみながら配信させていただいております。はい、そろそろ晩ご飯食べ終わります。ああ、母のおかげで美味しいご飯が食べれました。ありがとうございます。近くにお母さんがいると助かりますね。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、私はお風呂から上がりました。ジェラートピケのクマちゃんのネグリジェを着ております。はい。ベッドの上に座って足を伸ばしてリラックスしております。今テレビで YouTube を見ています。見ている YouTuber さんは柴田さんです。柴田さん悪口いっぱい言っててもね、面白いからいいですよね。悪口言っても面白がられてね、動画配信、動画再生回数稼げるっていいですよね。私には真似できない芸当です。柴田さんの動画見てるとね、ちょっとストレス解消になるんですよね。はい。
というわけで、今日は一日一歩も外から出ませんでした。という Vlog を送らせていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、このあたりで動画の配信をお開きにさせていただきたいと思います。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。気に入っていただけた方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。シャルムでした。